バルベルデは、スペインカナリア諸島州サンタクルスでテネリフェ県のムニシピオ。カナリア諸島のエルイエロ島北東部に位置し、エルイエロ島の首都であるビラデ・バルベルデ集落がある。コンセプシオンの聖母境界面積は113.5平方キロメートルであり、2013年の自治体人口は8699人。自治体名はスペイン語で、緑の谷を意味する。 2010年時点で1691人が住むビラデバルベルデ集落はエルイエロ島の首都である。カナリア諸島各島で最も小規模な首都であり、大西洋に面していないカナリア諸島唯一の首都である。ビラデバルベルデは標高571メートルであり、大西洋からハイマイナス3号線とハイマイナス2号線を4キロメートルほど内陸に進んだ場所にある。 エルイエロ空港とエルイエロ港は、市街地とは異なり大西洋に面している。自治体中央部の高原は、放牧地や小座口が優勢であり、標高を上げるにつれて、松や雲切り林が際立つ。沿岸部と低斜面は乾燥し、主に未開発のスクラブやまばらな草原が残されている。エルイエロ島の火山活動は、噴石球と溶岩流が見られることで目立っている。 チャルコワスルエルイエロの島の固有種であるガラテアシモニ、バルベルでは一年中穏やかな気温を持つ熱帯砂漠気候であり、ケッペンの気候区分では BWH である。冬季は穏やかで暖かく、標高32メートルのエルイエロ空港における1月の平均気温は摂氏18.8度である。摂氏10度を下回ることは稀であり。 最低気温記録は1981年1月16日に観測した摂氏8.0度である。霜が降りることはなく、降水は冬季に集中する。夏季は暖かく、エル・イエロ空港における、最乱月の9月の平均気温は、摂氏24.1度である。夏季は降水量に乏しく、月降水量は0ミリメートルから2ミリメートルである。 大西洋への近さが影響して、最高気温記録は1983年10月16日に観測された摂氏34.2度である。ビラデバルベルでは標高571メートルの高地にあり、標高32メートルのエルイエロ空港とは気候がやや異なる。ありがとうございます。